宮城県石巻市。東日本大震災から5年を迎えました。2016年3月11日、石巻は穏やかな朝を迎えました。港に近い寺では鎮魂の鐘が鳴りました。午前9時、石巻駅前です。それではスタートしたいと思います。震災当時に思いを馳せながら復興が進む市内を歩くウォーキングがスタートしました。だからこんなに海から離れてても、はい、もう津波が来てたっていうね。市内を一望できる日和山です。日和山の下にある頑張ろう石巻の看板の前です。ここでは追悼の集いが行われます。地元のメンバーとボランティアの人たちが一緒に準備をしています。縫い目がこっち側、ここの止めてるところこうじゃなくてこういう風になる。献花台が設けられました。市内中心部ではこの日も復興に向けた工事が進められています。児童74人が犠牲になった大川小学校です。小学校から4キロほど離れた北上川の河口です。警察が行方不明者を捜索しています。60人体制で津波によって堆積した土を掘り起こし手がかりを探しています。午後2時46分です。黙祷の合図となるサイレンが防災無線で流れる予定でした。しかし放送設備の事前準備に不手際があり流れませんでした。報道各社は遺族会からの要請で校舎から離れ校庭の外側から取材撮影しました。遺族の中に取材を受けたくない人がいるからです。夕方、灯籠が灯されました。ここは実行委員長を務める黒沢健一さんの自宅兼店舗があった場所です。この看板は黒沢さんが津波には負けないという思いで震災1ヶ月後に建てました。大勢の市民が思い思いの気持ちを胸に作った3000個の灯籠が灯されました。今では復興を願う町のシンボルになっています。東日本大震災で亡くなられた方への追悼の思いを、形に今年もできまして今まさに、灯籠ともしている感じですけど、本当にもっともっと深い思いで追悼の思いというのを表して今後も行きたいなと思います。夜に入って雪が降ってきました。被
被災地は東日本大震災から6年目に入ります。